マネタイマックのりょうです。今回は金のなる木を買うよりも大事な第一歩という内容で解説していきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中までね、半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、金のなる木を買い続けて、不労所得を大きくし、セミリタイアして自由に暮らす。とてもいいですよね。最近はファイヤーも注目されてますね。ファイヤーはファイナンシャルインディペンデントリタイアアーリーの略ですね。金のなる木を買って、早期リタイアなんていいなぁ、なんて思ったことがある人も多いんじゃないでしょうか。その一方で、そんな金のなる木を買って不労所得だけで、早期リタイアなんてできるのはほんの一握りだけ。そんな簡単にできるわけないよね。そう思っている人も多いはずです。確かにその通りではあるんですが、決してできないことではありません。再現性はしっかりあります。ただその経済的自由を実現するために、絶対に外せない金のなる木を買うことよりも、重要な第一歩があります。ここにコミットせずに経済的な自由を実現したことは聞いたことがありません。経済的自由を達成するなんてそこまで目指すつもりはないよという人の方が多いとは思いますが、今の生活よりも経済的な余裕が方があった方がいいと思いますよね。その気持ちを持っている人には受け取ってもらえる価値が必ずあるはずですので、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。金のなる木を買うより大事な第一歩とは、なぜその一歩が必要なのか、その一歩を大きくするためにできること、この3つでやっていきます。まず、金の木を買うことより大事なこととは、早速結論ですが、経済的自由を達成するために、金のなる木を買うより大事な第一歩とは、仕事です。自分の体で稼ぐことです。すごい現実的なつまんない話だな、と感じてしまった人は、どうか目を覚ましてください。本当にこの方法しかないんです。ここにコミットせずに、経済的な自由は達成されません。もちろん楽して簡単にできる方法もないことはないですよ。宝くじを一発当てるとか、玉残し、逆玉に乗るとか、こういった一発逆転のウルトラCも確かにあります。ただこれって再現性がないし、確率もかなり低いです。なので結局、経済的自由への王道の第一歩は、自分の体で稼ぐ。これしかありません。今の世の中は資本主義です。資本主義とは人気者が勝つ弱肉強食の世界です。どこまで突き詰めていっても、その人気を獲得するために、自分のレベルを上げていくしかないんです。自分の会社で評価されて給料が上がっていく。自分の今までの経験が自分の強みになって転職できる。すべて自分自身の人気度なんです。つまり人気が高まり、自分自身の需要が上がることで収入を上げていく。これしかありません。いやけど投資とかで一気に稼いでセミリタイアしている人もいるじゃんと思う人がいるかもしれませんが、それも間違った認識です。今すぐ捨ててください。その間違った感情を捨てられるように、自分の体で稼ぐことが、なぜ経済的自由への第一歩なのか、ここから解説していきます。ではここで一つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録でプレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。次になぜその一歩が重要なのかですが、なぜ自分の体で稼ぐことが一番重要なのか、ここを理解するためにまずは投資の世界のセオリーを押さえておく必要があります。他の動画でも何度か言ってますが、金融投資の世界の方程式はものすごく単純です。変数は2つだけです。元本と利回り。これしかありません。この2つ以外には存在しないんですね。100万円で年率 5% なら1年後に5万円。1億円で年率 5% なら1年後に500万円。1年後で年率 20% なら1年後に2000万円。これだけの話です。掛け算の世界なので、元手がないとお金は増えません。多くの人がこの元手をまだ持っていないですよね。すでに10億円単位の金融資産を持っている人がいたらすいません。そうすると次に投資の世界の王道としては、時間の概念が出てきます。なるべく早く投資を始めて、複利の力を使って投資効率を高めていこう。長期投資はまさにこれですね。ただ100万円を30年間年率 5% で複利運用しても、約430万円です。4.3 倍まで増えていますが、これじゃ全然足りないですよね。そうすると今度は積み立て投資をして、投資元本を少しでも増やそうとするわけですね。毎月5万円を30年間年率 5% で運用。そうすると約4500万円です。
ここまで貯めたとして、この4500万円を毎年 5% の利回りで運用したら、年間225万円です。約 20% の税引き後で、手元に残るお金は180万円。月15万円です。これだけあれば生活はできますが、30年もかけてこれだけか、少ないな、と感じた人の方が多いですよね。なので、積立投資に回す、この元手を少しでも増やそうとする。これは誰もが同じことです。ここで初めて変数が加わります。それが収入と支出です。運用する元手を増やすために、収入引く支出。この余りを投資する元本に加えていく。この収入引く支出のことを収支と言います。収入があって、支出があります。その収入から支出を差っ引いたものが収支になります。その余った収支を投資元本に組み入れていって、そこに運用利回りが掛け合わさって、投資による収入が生まれていく。この流れですね。収支をしっかりプラスにして、コツコツ元本を増やしていけば、元本が小さかったものが、元本が大きくなって、投資による収入が増えていきます。この投資による収入で生活できれば、労働に依存することなく、経済的に自立している状態になれるということですね。つまりこの投資による収入を生み出す、この元手となる元本、これが金のなる木になるということなんですが、先ほどの解説の通り、100万円からスタートして毎月5万円を積み立てて、30年間年 5% で運用すると、約4500万円。そしてそれを 5% の利回りで運用すると、年間225万円。そして税金が引かれて180万円。月に15万円しかありませんでしたよね。このペースでは足りないし、30年という時間もかかってしまいます。つまりこの投資による収入だけで生活するという世界に到達することはできません。そうすると次にこの金のなる木である元本が、なかなか大きくならないので、今度はこの元本に掛け合わされる利回りを大きくしに行こうとします。この利回りを上げることで投資による収入を大きくしていくんですね。5% よりも 10%、10% よりも 20%。こういう世界はあることにはあるんですが、かなり再現性の低いやり方であったり、市場の大きくないかなりニッチな手法であったり、超富裕層の人たちにしかない世界だったりします。特に超富裕層の世界は少なくとも資産何十億の世界の話です。なのでまだ超富裕層になっていないあなたのところに来たうまい話は 99.9% 詐欺です。逃げてくださいね。金融投資の変数は元本と利回りのこの2つしかないから、元本がないから利回りを上げるしかない、そう思う気持ちはわかりますが、その気持ちを悪用する詐欺師がたくさんいます。本当に気をつけてください。元本かける利回り、この利回りは金融の世界では利回りが市場平均まあ 4-5% ぐらいです。その倍以上のリターンを狙う世界は基本的にありません。そうすると残る変数は収入と支出、ここしかないわけですね。まず支出を抑える倹約ですが、毎月の支出を抑えまくって収支を増やすというアプローチ。支出をぐーっと下げて収支を増やしていくイメージですね。これも大事な戦略です。これができなくて億万長者になっても破産する人もいます。ですが、減らすにも限界はありますよね。どんなに支出を抑えに抑えまくったとしても、毎月の生活費を2万円にすることはできないですよね。まあ、本気出せば5万円ぐらいでいけるかもしれませんが、なかなか厳しい世界です。そうすると残りは収入、これしかないんですね。突き詰めるとここしかないんです。収入は青天井です。年収を200万円から500万円に、500万円から1000万円に、1000万円から2000万円に、このように収入をぐっと増やすことによって収支を増やしていく。正直これしかありません。そこそこの支出に抑えながら収入を爆上げする。それによって収支のプラスを大きくし、投資元本の増える速度を速くしていく。このように収入を増やすことによって収支を増やして、ここに元本に組み入れる、このね、金のなる木自体が大きくなっていく。こういうイメージですね。ものすごく単純な話です。世の中の大半のお金持ちは、ほぼ全員がこれです。自分で会社を経営して大きく稼いだり、何千万円も稼ぐスーパーサラリーマンだったり、ここで稼いだお金をなるべく投資に回していく。本当にこれだけなんです。なので、まず自分の体でしっかり稼ぐ。これが全てなんです。いやけど給料も上がらないし、自分の体で稼げって言われてもな。と感じた人のために経済的自由への第一歩を大きくする、稼ぐ力を大きくするために今すぐにできることを解説していきます。
最後の解説の前に一つお知らせです。動画を見てくださっている方で、もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について、役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では最後、その一歩を大きくするためにできることですが、経済的自由への第一歩である、稼ぎの力を大きくするために今すぐにできること、アプローチは簡単です。金のなる木を買うための元手を確保するために残業、出世、転職、副業、起業、あらゆる手段を使って稼ぐ。これしかありません。稼ぐ大きさと選択肢を広げるためにやるべきことは2つだけです。1つは自己投資。今よりも仕事の幅を広げるために必要な知識、スキルは何か。転職先で求められている知識、スキルは何か。副業で稼げるようになるために必要な知識、スキルは何か。起業をするために必要な知識、スキルは何か。こういった問いかけをして必要なことを学ぶだけです。もう一つは行動です。学んだら行動する。これしかありません。知識やスキル自体には何の価値もありません。それをアウトプットすることでしかその価値は生まれません。学んだら行動する。ただ行動が後手になる人が多いので、学びと行動は同時並行ぐらいでちょうどいいです。これを繰り返していくしかありません。もちろんこのね、最後の投資による収入を大きくしていくために元本も重要で、収支も重要で、支出も重要で、収入も全部重要なんですが、一番川上にあるこの収入、まずここが一番大事になるということなんですね。なのでまずは現状よりも1円でも多く稼いでいきましょう。大事な知識より記憶に定着するようにおさらいしていきます。金の木を買うよりも大事な第一歩という内容でやってきました。その大事な第一歩とは自分の体で稼ぐことです。金融投資のリターンは年率 4-5% ぐらいがスタンダードです。この水準から大きく乖離した世界はないので、金のなる木を買うための十分な元本が作れない。あるいは十分な元本を作るのに時間がかかりすぎる。なので、この方程式の通り、一番川上にある収入をまず増やしていかないといけないんです。なので、今より収入を1円でも増やすために、残業、出世、転職、副業、起業など、こういったあらゆる選択肢を広げていくために、自己投資をして学び、行動し続けることが、金のなる木を買うことよりも大事な第一歩なんです。うまい話なんてものはないですから、覚悟を決めて稼いでいきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。